ごきげんよう、マナトです。クロスマスク、今回からプレイをさせていただきます。おすすめをいただきまして、知ったタイトルなんですけども、フリーのノベルゲームというジャンルです。フリーということでどなたでもプレイすることができるということで、概要欄に URL を貼らせていただいてますので、興味を持たれた方はぜひぜひプレイなさってみてください。いやー、しかしこのメニュー画面からしてインパクトがすごいんですよね。音楽がめちゃくちゃかっこいいし、このねマスクをかぶった人物のこの眼差しの圧がいやー、なんでしょうね、この強い強い瞳、一体どんな思いが込められているものか気になっちゃいます。そんな本作はアメコミ風ヒーロー、そしてヤンキー×学園ものってことですね。まあ熱いキーワードが並んでますね。アメコミ風ヒーロー、ここがやっぱすごいネックですよね。すごいすごい、どんな話なんだろうって。いやー、このね、あのキーワード同士の化学反応自体も楽しみですけれども、どんな物語が待ってるんでしょうか。はい、で私は、今回パソコンのダウンロード版をプレイするんですけども、作り手さん側から、推奨なさっておられるプレイ環境としては、パソコン版のブラウザー版、そして、ダウンロード版ですね、こちらを、推奨環境ということで挙げていらっしゃるようです。スマホ版もあるようなんですけど、こっちはなんかあの BGM 関係、音楽関係でバグが出てしまう可能性があるっていうことで、興味持たれてプレイなさる方はぜひぜひパソコンにてプレイされることをおすすめいたします。はい、ということでですね、早速やってみたいと思います。いやー、どんな話なんだろう。人間は一人では生きていけない。人はよくそう言う。親、友達、恋人、自分の愛する人と共に過ごし、笑い合い、ずっとこのままであったらと多くの人が願う。世界は目まぐるしく変化していく。そして人間の価値観、その時代における善行とされる行為もまた移り変わっていく。愛する人が苦しんでいても助けに行くことができない。そばにいることができない。より多くの人の安全のため、自分とは無縁の大勢の見ず知らずの人たちと、あなたにとって大切な一人、多くの人に非難されたとしても、たとえ誰かが犠牲になるリスクがあったとしても、あなたには全てをかけても守りたい大切な人はいますか？お、あ、重たいテーマですね。あ、でもなんかヒーロー感あるな。あ、ヒーロー、自分が仮にこうヒーローだとして、その全然見ず知らずの大勢の人を取るか、それとも自分にとってたった一人大切な人を取るか、これ命題ですね。あー、重たいテーマ。そして今私にその命を懸けて守りたい人がいるかどうかという、冒頭から重たいですね。あ、でもなんかヒーロー的な どうかな。私、命を懸けて守りたい、まあ家族も大事だし、友達も大事だし、そうですね、命を懸けて、でもとっさの時にはやっぱ守りたいって思うんじゃないかな。なんだろうこれ偽善なのかな今の時代の善行に当たるんだろうか。いや、でもその気持ちは大切にしなきゃいけない。うん、誰かのためにこの命を。人を殺めることは良くないことだ。だから、もう二度としてはいけない。だが、その心だけは忘れちゃダメだ。人を殺めちゃいけない？
え、重たい。なんだったの、さっきのビジョンは。てか、高校生、男子高校生のお部屋ですかね。てか、この後ろのこの本棚。ああ、このラノベがもうどこのレーベルのものかが分かっちゃうこの背景すごいな。なんかポスター貼ってある。あ、なんかちょっと、いいですね。かわいいポスターが貼ってやるな。主人公かな？カンタロウくん？もう朝か。気丈の年季の入ったお守りが日光に照らされ、わずかな光を発している。彼の見た夢だったんだろうか。リビング、爽やか。爽やかリビング。背広を着込んだ中年の男が食事をし、その周りで夫人がまだ空席のままである卓上に料理を並べる。背広を着込んだ中年の男、お父さんとお母さんじゃない？あ、里親設定。そういう察し。おはよう、カンタロウくん。朝ごはんできてるわよ。一緒に食べましょう。使用人に作らせてるくせによく言うよ。もうこれでこの家族、パワーバランスどんな感じか、ちょっと。なんか、カンタロウくん。そっか。ごめんなさい。今日はちょっと体調が優れなくて。なるほど。表向き従順な。時間もないんで、もう出ます。まだ7時半なのにね。うまくいってないんだな。なんか気を使ってるだけともまた違うんですよね。これは、モリア。でもな、カンタロウくん下の名前。深夜かな、モリアかな。深夜で行っとこうかな。深夜、おはよう。モリア。男の人、女の人。男の子だ。深夜かな。おはよう、カンちゃん。ごめん、ごめん。待たせたね。爽やか。てか、カンタロウくんめちゃくちゃいい笑顔になってる。リラックスするとこんな顔で笑うんだ。そういえば今週のジャスティスクロス見た？ジャスティスクロス？見た。クロスさん全然活躍しないよね。でも俺好きなんだよね、クロス。単純なキャラだけど守ってくれる安心感っていうのかな。そういえば今日もアメコミ犬。何？何その楽しそうなクラブ？部活？がめコミ系あるんだ。いいの。そうだよ。大丈夫。もうすぐ慣れてくるよ。カンタロウくんは、なんだろう。途中から入ったのかな。で、このシンヤくん、モリアくん、シンヤくんがもともとアメコミ系。体育教師みたいなの出てきた。清島先生。はい、おはよう。おはようございます。おはようございます。相変わらず今日も元気ですね。朝の気合でその一日が決まるってもんだ。ガンタロウ、お前も少しは声出してみろ。男ならもっとハキハキと。ほんとなんかこってこての先生って感じ。すいません先生、カンちゃん今日も体調悪いみたいで。カンちゃん。カンタロウくんはあんまり人付き合いが、なんだろう、苦手なのかな。とにかく声を出してみろ、元気になるぞ。苦手そうだな、こういうタイプ。でも深夜くんの方もなんかてんてんてんってなってる。
女子の声もするので驚愕かな。楽しそうに話す生徒たちの声が家でも聞こえてくる。かんちゃんも来週のまみこさんちでやる勉強会来る？まみこさん。僕はいいよ。行ってみようよ、案外楽しいかもよ。いいよ深夜、どうせ来ないでしょ。男子生徒。お一人が好きなんだから無理して誘わなくてもね。あー、カンタロウくんクラスの男子からそうかこういうタイプとして見られてるんだ。違うんだ、僕は。そっか、それもそうだ。え？あ、うわ、めちゃくちゃいい人だ。じゃあ僕も遠慮しとけよ。あー、このそっかは、あー、そのそっかか。どのそっかだって。いい人だ。深夜、ありがとう。何の話？ほら、勉強会の。別にいいよ、男子はほとんどまみこさん目当てだろうし。あ、噂をすれば。お、まみこさん登場。まみこさん、ま、美形ですね。ちょっときつそうな感じがするな。うわ、混んでますね。リツさん、いい？私マロンデニッシュでクイニアマン2つ。なんておしゃれな。おしゃれじゃないか。え、学食めちゃめちゃ、焼きそばパンとかじゃないんだ。メロンパンとか学食パン、あのメロンパンとか焼きそばパンじゃなくて。こんなおしゃれなラインナップが。パニーニのサラダ付き、ドリンクは豆乳でお願い。やばい、まみこさん意識高い系だ。え、てかこのリツさんは使いパシリされてる感がすごい。はい。うわぁ、結構あれですね、あの上下関係が女子厳しそうな。まあ、ああいう子は顔だけだよね。そしてそういうまみこさんのなんか素の部分みたいな普段の姿も心得ているっていうところがまた。女の人は裏があるっていうから特に信用できない。カンタロウくん。そうだね、でも全員じゃないよ。そういえばカンちゃんのお母さんってどんな人だった？ああ、本当のお母さんの話今でも覚えてる？うん、優しい人だった。最後まで僕を守ってくれたから。何があった？何があったの、カンタロウくん。僕を守ってくれた。そっか。深夜、本当ありがとう。こんな僕なんかに優しくしてくれて。みんなかっちゃんのこと分かってないだけだから。かんちゃん、かっちゃん。でも深夜くんめちゃくちゃいい人だな。放課後大丈夫そう？うん、うん。ロス。これ日本人、外国のなんか留学生的な。え、ロス。顧問また休みだから、また部費でも使って IMX 見に行く？MJ MJ ロスくん MJ。 あ、部費も無限にあるわけじゃないのよ。そもそもここ何する部活だっけ？あ、アメコミ犬か。あ、だからみんな、なんだろう、あだ名みたいなのがついてる。なんだろう、映画の由来、映画から来てるのかな。アダビあー、すごいな。あ、しかも一人称がワシ。ワシのフィギュアを買うために存在している部活。
そんな部活そんな部活私も入りたい。反応に困ってる。かんちゃん、ほら肩の力抜いて。うん。 MJ やロスたちが深夜の行方に気づいてカンタロに目をやる。そういえばまだカンタロくんのあだ名決めてないよね。あ、やっぱあだ名だ。MJ が本名とかだったらもうあれですね、ロスくん、アダビーくんもだけど。でもいいな、なんか部活の中で通用する呼び名。めっちゃいい。かんちゃんはやっぱかんちゃんかな。あれ、そうなんだ。なんかそこへなんかなんとかマンみたいなのつけないんだ。モリアがそう言うなら、なんか現実的な名前だな。あだ名っていうか、もう本当にあだ名ですね。かんちゃんはジャスティスクロス以外見たことないんだよね。あ、出た、ジャスティスクロス朝話してた。じゃあこれを貸してあげるよ。ロイム監督版ハイパーマン3部作ブルーレイボックス。すごそう。あ、ありがとう。てかなんか結構こういうの貸し借り簡単に貸してくれるなんてすごいいい部活だな。みんな、ハイパーマンの12分の1スケールフィギュアが発売決定だって。アダビーはいつも情報が早いな。この人こんなことばっか考えてるから、こないだの中間の成績下から3番目だったんです。それは普通にやばいよね。部長、これもちろん部費で買いますよ。必要な備品ですからね。備品か。落ちるかな。許された。許すんだね。本当ですよ。いい部活だな。どうせ数日後にはアダビーのオタク部屋のインテリアになってる。持って帰っちゃうの。あ、カンタロウくんなんか馴染めない。どう。深夜がカンタロウの耳元でささやく。この人たちこんなんだけど、本当はいい人たちだから、まずは相づち打ってれば大丈夫だよ。なんかそんなに紐立ってないっぽいですね、カンタロウくん。でも楽しいでしょ、アメコミ犬。いや、めちゃめちゃ楽しそう、入りたい。まあね。久々にゲームセンター寄らない？あっちの道行くの？この時間なら大丈夫かな。え？この時間なら？裏道を歩いていると、公立校の生徒が不良たちに殴られている。なんてことだ。うわ。道変えようか。うん。危ない。大丈夫？なんか思い出した？いや、大丈夫だよ。ありがとう。なんだろう、ああいう暴力的なシーン。あー、親御さんに関係あるのかな。でも人を殴るのってどんな感じなんだろうね。痛いよ。さらっと。カントロ君経験ありみたいな。あ、ごめん。別に変な意味で言ったんじゃないんだ。全然大丈夫だよ、気にしないで。気になるな。本屋を後にするカンタロウ。あ、私服だ。いいな。うわー、チンピラ。おい、こらガキ、どこ見て歩いてんだ。すいません、絡まれちゃった。
ちょうどいい。ちょっと財布出しな。やだ、やだよ。それは。チンピラがカンタロの首元をつかむ。しばくぞ。あ、やだ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 。話せよ。おや、カンタロ少年の様子が。なあ、話せって。じゃないと僕、歯止め効かなくなるから。あれ、カンタロ君ってこういうタイプなの？わけわかんねえこと抜かしてんじゃねえよ。ああ、殴られちゃった。カンタロウが形相を変えてチンピラにつかみかかる。わお。お前らみたいなのがいるから、母さんはな。カンタロウがチンピラに馬乗りになり殴り続ける。カンタロウくん強いんだ。めちゃめちゃ殴ってる、めちゃめちゃ殴ってる、めっちゃ殴ってる。おお、警察来た。こら君、何をしてる。僕は悪くない。悪いのは奴らだ。え、実はめっちゃ強いんだ。日付変わって18日。え、こんな、なんか気弱そうな。気弱ではないけど、とてもそんなことする風に見えないのに。ジャスティスクロス傑作でしょ。深夜くんは知ってるのかな、カンタロくんのこの強さみたいなの。いや、見てるけどね。あれ毎回同じ展開なんだもん。カンちゃんもそう思うだろ。あ、なんかちょっと親しげ。確かにね。いやいや、それがいいんじゃん。ねえ、ありますよね。王道的なやつこそ、やっぱ面白さがありますよ。うん、僕もそう思う。かんちゃんどっちやねん。安心したまえ、モリモリ。モリモリ。あ、深夜じゃない、モリヤくんかな。モリモリだから。クロスの稼働フィギュアはもう予約したよ。あれ、なんかこないだ別のフィギュア、ハイパーなんとかの。あれ、それ私聞いたっけ。買ってもいいですか。今事後承諾。いくらよ。送料込み8000円プラス税。リアル。おい。それはアダビーが自腹で出すしかないね。なんだ、母さんからか。びっくりした。びっくりした。モリア、モリモリって呼ばれてるから、やっぱモリアくんかな。大抵こういう一通の電話から物語が動き出すもんなんですよ。アダビーがなんかめたいこと言い出した。いや、でも確かに何か変わる。ああ、これなんだ、これちょっとフラグですね。なんだなんだ。ごめんみんな、ちょっと用事ができちゃって。帰るね。あ、モリアくん、どうしたどうした。じゃあ僕も。カンちゃん、ごめん。今日は一人で帰りたくて。え、モリアくん、どうしたのどうしたの。ちょっと話を。あ、そっか。あ、帰っちゃった。ほらね。どうしたんだろう、モリモリ。何の電話だったんだろう。翌朝、翌日。先に行っちゃったのかな。あ、でも、あ、よかった、学校来てる。モリア、今日さ。ごめん。あ、後で映画鑑賞会で会おう。ん？カンちゃん、今日の映画鑑賞会行くんだって。あ、MJ 同じクラスなんだ。え？あ、うん。大丈夫？カンちゃん。今日の映画代は全部部費から出るから安心して。え、いいな、私も混ぜてほしいんだが。
私も映画鑑賞会連れてってほしい。なんならガンちゃん、新入部員特典としてプレミアムシートにしてもいいよ。あ、いいな。モリアは？え、モリモリは来ないよ。え、モリア君どうしたの？本当にどうしたの？カンちゃんだけ行くから場所と時間を連絡してあげてって。今日わざわざ部室まで言いに来たのよ。モリア君面倒見が良すぎるけど。でもどうして来ないんだ。ごめん。あ、さすがにちょっと気になっちゃった。モリア、モリア君。カンちゃん。モリア、どうしたの？何があったんだよ。何があったんだよ。息の上がったカンタロウがモリアを見つめる。カンちゃん、もっと肩の力を抜いてリラックスして。イケメンすぎやろ、モリア君。少なくともアメコミ犬のみんなはカンちゃんにもっといろんな作品を見てほしいし、それで共通の話題が増えていろいろ話せるようになるのが楽しみなんだ。え、なんでなんかちょっと一歩引いた風な物言いをするんだろう。突然どうしたの？モリア、ごめん、僕今日なんか悪かったかな。違うんだよ、カンちゃん。そうやって僕に確認なんて取ってたらダメだよ。怖いのはわかるけど、ずっと怖がってたらダメだ。なんか遠くに行っちゃうような感じじゃないです？ちょっと保護者的立ち位置。どうしたの、モリア君。自分が本当にしたいことをすればいいし、話したいことを話せばいいんだよ。僕はモリアがいてくれるから。いつまでも僕に頼ってたらいけないんだと思う。どうしたの、モリア。僕、給料、学校の名前が読めない。スクラ、給料、学園、辞めることになったんだ。っていうかもう衝撃じゃないですか。あの電話何だったの？ね、モリアが、なんで突然。コンソレ、意味がわからないよ。なんでよ。父さんが不祥事を起こしたみたいで、クビだってさ。不祥事？お父さん、モリアパパどうしたの？詳しいことは言えないけど、僕ももうこの学校にはいられなくなっちゃって。学校にいられないレベルの不祥事ってやばいですね。横領とか、なんかそんな感じなのかな。学校を辞める？そんな急に。カンちゃん、大丈夫だよ。カンちゃんが怖がらずに自分を出して、僕を信じてくれた時みたいに他の人を信じられれば。なんだ、なんかすごいこの二人、なんかいい感じだったのに。いい友情を。必ずまた友達ができるよ。そんな、ちょっとモリア君行かないで。モリア君行かないで。モリアは親友だよ。親友もできるよ、必ず。なんかこれで最後みたいな言い方してる。いや、別に転校したって友達辞めるわけじゃないじゃん。そんな、やっとモリアのおかげで楽になってきたのに。僕にできることはここまでだよ。いや、モリア君。ここからはカンちゃんが踏み出していかなきゃ。土日とか遊ぼう。そうだ。引っ越しとかするわけじゃない。引っ越しもするのかな。カンちゃん、実は僕も不安なんだ。ここら辺の公立校は昨日見たような不良ばっかだから、バイトも始めていかなきゃいけないだろうし。でも僕も頑張る。イケメンすぎやん。イケメンすぎやないか、モリア君。
だからまた会うときはお互いに一つ乗り越えてからにしよう。あ、めっちゃかっこいい。え、モリア君めっちゃかっこいいやん。モリア。あー、カンタロウ君の自立も促しつつ、でも自分も頑張るって言ってる。あー、カンタロウ君のこと分かってるんだな。本当分かってる人なんだな。うん。分かった。僕、頑張ってみるよ。いや、ほら、カンタロウ君もなんか、すごい感じるものがあるのか。うるわしい。うるわしい優勝だ。ああ。チャプター1、指導。ここまでだったらなんかね、ええ話やーって感じなんだけど、ここからなのか。ああ、いなくなっちゃった。モリアのいた机と椅子を眺めているカンタロウ。元気にしてるかな、モリモリ。大丈夫だよ、モリアなら。誰とも連絡取ってないんだ。あれ、どの高校だったっけ。確か、あ、ちょっと待って、意地悪これやばい、やばい学校、やばい学校に行っちゃったぞ。どこの公立校もそうだけど、この辺不良ばっかだもんね。ここの周りだけでも公立校は6つもあるけど、どこもまともじゃないって話さ。モリア君大丈夫かな。最寄りのトイストア通るとき、いつも近く通るけど、授業もまともに出てないでタバコ吸ってたりしてるし、十分ヴィランだ。ヴィランか。つまりアダビーは授業やってる時間帯にトイストアに行ってるということだね。鋭い。その通りだ。数年前までは警察に補導されることも多かったみたいだけど、最近はおとなしくなった方よ。仕切ってる人がいるって噂だよ。へえ、仕切ってる人がいる。怖っ。番長ってこと？モリアなら大丈夫。絶対。ね、しっかり者のモリア君なら。カンちゃんは本当にモリモリのサイドキックだ。サイドキック。ヒーローの方じゃないんだ。あー、キャラクターか。あの、バットマンにおけるロビン的な。ハイパーマンじゃなくて、スーパーボーイの方なんだ。カンちゃん、特典クリアファイルの絵柄で、スーパーボーイ選んでたしね。そうだったっけ。ロスはよく見てますね、人のことを。カンちゃん、今度またみんなでモリモリに会いに行くけど、今回も行かない？あ、一応会ってはいるんだ。うん、大丈夫。ありがとう。約束があるもんね、カンタロウくん。まだ、ダメだな。あ、引っ越してはないんだ。モリアくん家の前まで。来ちゃった。まだなんだ。まだ心から信じられてないから。うん。マリモッコリ君、不良って書いてある。これからファミレス行くんだから金用意しといてもらわないとよ。あー、お腹すいた。餓死しちゃうぜ。恵んでくだせーな。タチが悪い。ん？声が聞こえる路地の方に行くカンタロウくん。モリア。あ、制服がやっぱ違うんだ。マリモッコリくん、俺ら置いて帰ろうとするなんてひどいな。不良 B がモリアを髪を引っ張る。俺ら傷ついちゃったからこれでおあいこだよね。あー、顔を殴る。あいつ。わかった、わかったよ。財布から2000円を取り出すモリア君。おうおう、最初からこうしてくれればいいんだよ。
不良たちが機嫌よく立ち去っていく。ジャスティスクロスでも助けに来ないかな。モリア君、あ、なんかよく見たら口血出てる。何言ってんだろ。モリア君、意地悪高校、名前の通りヤバいところか。だからまた会うときはお互いに一つ乗り越えてからにしよう。役職ショックが。あ、人を殺めることは良くないことだ。だからもう二度としてはいけない。だがその心だけは忘れちゃダメだ。はあ、なんか冒頭にあったあのシーン。手に持っていたビニール袋を置き、部屋の鍵をかけるカンタロウくん。今日はうちに誰もいない。着替えたカンタロウがサンドバッグをベッドの下から引っ張り出し、ベッドの下にサンドバッグがある。天井に引っ掛けて吊るす。え、こうやってトレーニングをしてたのか。モリアは、モリアは、僕のモリアを傷つけやがって。カンタロウの鋭い拳がサンドバッグを突き抜ける。あ、すごいパンチ力。やっぱ砂が。突き抜かれた穴から砂が流れ落ちる。カンタロウがビニール袋から布と裁縫道具を取り出す。モリア、待ってて。来るよ、ジャスティスクロス。まさか。まさか。また金をせびりに来るはず。カンタロウがバッグのジャスティスクロスを模した衣装に手をかける。これを作ったんだ。あーってことはこれで復讐を。おいおい、金がないんだったらよ、俺たちのストレス発散に付き合ってくれよ。マリモッコリ、あ、モリア君、最近運動不足だからな、ちょうどよかった。昨日の不良たちがモリアを連れて路地を通り過ぎていく。モリア、くそ、仕方ない。衣装の入ったバッグを投げ捨て、マスクだけを取るカンタロウ。な、変身。不良たちがモリアを痛めつけている。モッコリ君、うちにはうちのルールがあるんだよ。あ、蹴られる。出せないんだったら。そうだな、ここで裸になれ。あ、最低だ。チェックトックに載せてやれよ、バズるぞ。あ、その SNS に流す気だ。わかったよ。そしたら許してくれる。モリア君。は？こいつマジかよ。ほれほれ、脱げ脱げ。不良たちよ。おっと。その時、モリアの目前で目にも止まらぬ速さの飛び蹴りが不良 B の顔に命中した。え？ははは、すご。さらに不良 A の顔面に力いっぱいの拳が叩き込まれる。いってー。不良 A が転がる。お前、君は。モリアと不良たちの前に立っている。学園の制服に身を包んだ罰印のマスクをかぶった男。給料生だと。このクソ野郎、ダチでも呼んだのか。あ、そうか、もう制服でバレちゃう。不良 B に髪を引っ張られるモリア。知らないよ。マスクの男は不良 B の腕をつかみ、反対方向に思いっきりひねる。やれやれ、やっちゃえ。さらに腕に打撃を与え、不良 B の腕の骨が砕ける。え、素手ですよね。さらにマスクの男が不良 B に馬乗りになって殴り始める。羽交い締めにするけども、マスクの男の頭突きで鼻を蹴落とし、うずくまる。
痛がる不良へをさらに蹴り上げるマスクの男。めちゃめちゃ強い。あ、気を失っちゃった。さらに逃げようとする不良 B に飛び蹴りを食らわせるマスクの男。すごいですね、アクションがいっぱいあるな。タッチ絵がいっぱいある。おお、不良 B をやっつけた。気を失う。ジャスティスクロス。あ、マスクでわかるんだ。マスクの男がモリアを背に走り去っていく。あ、声出したらモリア君にバレちゃうから。マスクを取り、机のお守りを握りしめるカンタロウ。できた。助けられた。気の抜けたようにベッドに座り込むカンタロウ。5月18日。朝になった。はい、起立。レイ、おはようございます。担任なんだ。おはようございます。モリアの机を見つめるカンタロウ。昨日も、一昨日も、モリアはまっすぐ家に帰れてた。見守ってる。見た感じ、怪我もしていないみたいだったし、もうしばらくは大丈夫だ。皆さんに重要な伝達事項があります。集中して聞いてください。ここから2丁目先にある意地悪高校なんですが。モリモリが言ったとこよね。ええ、ですが今後モリア君を含めなるべく意地悪高校の生徒との接触は控えてください。もう制服バレしちゃってるから復讐されるのでは？え、どうして？昨日、我が給料学園の生徒20人が意地悪高校の生徒に襲われるというちょっとした事件が起きてしまいました。え、大事件じゃないかな？20人も？え、怖っ。今までそんなことなかったよな。ざわつく生徒たち。いや、それはそう。まあ落ち着いて聞いてください。大事なことなので。被害者の子曰く、給料学園の生徒が覆面をつけて意地悪校の生徒に喧嘩を仕掛けてきたことが発端なんだそうです。今回の暴行もその覆面生徒を見つけ出そうというのが主な理由だそうでして。なんてことだ。もしその覆面生徒に心当たりがある人は、後で私に個人的に教えてください。それと皆さん分かってると思いますが、もし意地悪高校の生徒に絡まれてしまった場合、すぐ学校に連絡するか、警察あるいは親御さんに連絡するかしてください。あちらがちょっかいを出してきても、決してこちら側が手を挙げてはいけません。我が校では暴力行為は、厳重な処罰の対象です。カンタロウくんよ。あんな注意があったからさすがにみんな大通り歩いてるね。まあその方が安心さ。給料学園の生徒であふれかえる中、信号を待っているカンタロウと MJ たち。でもその覆面の生徒も出てこないかな。そうだよね。このままだと、いつまでもヨドベシカメラを通る道で帰れない。それは死活問題だよね、アダビー。つまりおもちゃが買えない。僕のせいで。でも僕は。いや、ちょっと難しい。難しいな。MJ ロスアダビーを見るカンタロウ。ダメだ、やっとここまで来たんだ。あー、来ちゃった。覆面野郎を出せ。意地悪高校の制服に身を包んだ男が3人、給料学園の生徒たちをかき分けて大声を上げ始める。俺たちに喧嘩売ってタダで済めと思ってんのか。不良 D が女子生徒をつかむ。なあ、許せない。女子生徒が悲鳴を上げる。
固まってしまう給料学園の生徒たち。僕に手を出してみろ。パパが黙ってないぞ。さすが給料。絵に描いたようなクソ坊ちゃまだ。あー蹴り飛ばす。カンタロウが睨んでいると不良と目が合ってしまう。おいそこのガキ、何ガンつけてんだ。不良がカンタロウに迫ってくる。こいつ待てよ、このままじゃ MJ たちが。カンタロウが猛スピードで走り去る。ビビりすぎだろ。これだからボンボンは情けねえ。不良が今度は MJ に目をつける。危ない。うわ、いい女じゃねえか、ちょっと来いよ。不良っぽい。うちの部長に手出すなよ。うわー、見向きもせずに殴り飛ばす。ロス。アダビーがロスに駆け寄る。いってー。いや、ロスくんかっこいいな。よくかば、かばーかばー。突如不良が蹴り飛ばされる。吹っ飛んだ不良が不良に激突する。あはは、来た。うっそ、まさか。マスクをつけたカンタロウの姿に MJ ロスアダビー、その場にいる給料生たちの注目が集まる。カンタロウが不良に近づき、怒涛の勢いで拳を叩き込んでいく。なんかジャスティスクロスみたいな覆面だな。あ、さすが。やっぱ見る人が見るとすぐ分かっちゃう。マスクだけだがね。ロス、大丈夫？あの光景を見たら全然平気ですとも。カンタロウの猛攻に不良が気を失う。頑張れ、ジャスティスクロス。マスクの下、給料の制服だからな。じゃあ、なんて呼べばいいのよ。クロスのマスク。頑張れ、クロスマスク。あ、だからクロスマスクなんだ。クロスマスクが不良も蹴り飛ばす。覚えてろ、お前をぶっ潰すまで何度でも来るからな。不良たちが逃げていく。ということで、昨日私たちを置いて猛ダッシュで逃げた恐ろしきビビリのカンちゃんからお詫びのアイスでーす。ちゃうんですわー、ちゃうんですわー。逆に君たちを守るために戦ったんですわー。いやー、本当にごめん、もう死ぬかと思って。カンタロウくんよ。いや、これこそヒーローですよ。しかし君はこの3次元での最初のヒーロー。クロスマスクの誕生の瞬間を見逃した。あ、プレミアムバンダム新作来てる。アダビー空気読んで。まあでも先生呼びに行ってたってことみたいだから、一番あの場で冷静だったのかもね、カンちゃんが。なるほどな、なるほどな。まあね、遅かったみたいだけど。くそ、なんでクレカ使えねえんだよ。なんで高校生がクレカ使えるんだよ。さて、今日の問題。クロスマスクの正体は誰か。まあ、みんな同じ制服だからね。男ってことしか。やはり士官部の誰かなんじゃないか。何、士官部って。士官部なら不良との喧嘩もちょちょいのちょいね。生徒会みたいなものかな。生徒会だったらなお燃える。生徒会、噂をすれば。
何この笑いは。イケメン来たー、イケメン来ちゃー。なんて読むんだろう。マンブー、マンタケ、マンブー。国宝ものの端正な顔立ち。おお、もう一人出てきた。あつ、あつも、あつむ読めない。この間また全国模試1位だったんだぜ、すごすぎる。マリン様かわいすぎる。服の上からでもわかる、教授様の筋肉。生徒会強すぎるな。この間の意地悪校の不良を倒した覆面生徒の噂ご存知ですか。マンブーたちの足が止まる。ん、それは教師を制するマンブー。皆さん、彼の行為は決して許されることではありません。どのような理由があるにせよ、給料学園の生徒である以上は学園の名に泥を塗るようなことはあってはならないからです。しかし彼の勇気と度胸、これは私たちも見習わなければならないところもあると私は思います。あくまで個人的な意見ですが。盛り上がるの、なんかこのやんややんやの笑いがちょっと面白いな。おっしゃることが違うわ。再び歩き始めるマンブたち。生徒たちを背に話しかける教師。いいんすか、あんなこと言っちゃって。あの中には我々の誰かがその覆面の生徒だと幻想を抱いている人もいますからね。あえてどちらとも取れる言葉を選ばれたのですよ、会長は。くだらないわ、他校の生徒に絡まれるような子が悪いのよ。ですがそのマスクの男というのもあまり野放しにはしておけません。我々のあの関係にも影響が出る可能性がありますから。あの関係やばい、ちょっときな臭いぞ生徒会。生徒会一同が通り過ぎていくのを窓から見ているカンタロウたち。相変わらずすごい人気だ。アイドルみたいだよね。あの日以来、謎の覆面生徒クロスマスクの噂は給料学園全体に広まっていった。しかし意地悪高校の生徒の嫌がらせもエスカレートしていき、学園側も手をこまねいていた。事態が収束しなければ一時的に学級閉鎖を行うという噂も流れてきた。え、学年まで割れてるのかな。僕はまだあの学校でやらないといけないことがあるんだ。おいおい、来やがったぞ。一人で勝ち込みとはな、バカな野郎だ。不良たちがクロスマスクを見つけ、鉄パイプを持ち近づいてくる。お前らなんかに邪魔されてたまるか。クロスマスクが意地悪高校に走り込んでいく。お前がここのリーダーか。クロスマスクが意地悪高校の番長の胸ぐらを掴んでいる。すごい、もう向こうの番長のところまで。あ、番長藤田っていうな。何なんだよてめえ。給料生がなんで俺らの島に手出すんだよ。もう二度と給料学園に手を出すな。もちろん守谷にもだ。で、転校してきたガキか。分かったか。クロスマスクが藤田を締め上げる。分かった、分かった。俺らはもう手を出さねえ。少なくともこれでお前は手を出せない。あー、ポキンポキン。クロスマスクが藤田の腕の骨を折る。かなり過激だな。うわー、これは痛いな。藤田を背に教室を出ていくクロスマスク。
かんちゃんやっちゃっちゃ。モリア君の名前出して大丈夫だったのかな。ああ、珍しくよく眠れたな。枕元のスマホを取り出すカンタロウ。え？よし、ギリギリ間に合いそうだ。カンタロウとぶつかった男が持っていたコーヒーをひっくり返してしまう。おい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 、勘弁してくれ。男子生徒の白い服が茶色く染まる。あ、ごめんなさい。新品の制服が。ごめん、時間ないんだ。おい、ふざけんな。悪いことしちゃったな。学校、女子生徒を連れたマミコがリツに話しかけている。食堂にいたあの二人か。ねえリツ、次の授業体育なの。体操着借りてもいいかしら。わあ、嫌なタイプだな。え、あ、はい。皆さんおはようございます。生徒が全員立ち上がり挨拶をする。それでは皆さん、突然の発表で申し訳ないのですが、転校生を紹介します。突然すぎる。入ってきて。田村誠二です、よろしく。森谷くんが帰ってきたかと思ったのに。まあお家の事情だから帰ってくることはできないか。やっばい。あの人朝の。あ、コーヒーかけちゃった。まあ制服汚れてないし大丈夫そうでよかった。机に突っ伏すカンタロウ。それでは田村くん、あそこの席に座って。まさか。あ、モリアの席。あ、そっか。先生、学級閉鎖って噂聞いたんだけど。その件は今のところなしになりそうです。では今日も授業に集中するように。よかった、番長を閉めたからか。モリア君も大丈夫になったかな。はい、というところで今回はここまでです。クロスマスク、いや、プレイし始めるとやめ時がないですね。なんかどんどん先が気になっちゃって読み進めていくうちに時間があっという間に過ぎていく。クロスマスクとはな。なるほど。なんだろう、この世界で流行ってるジャスティスクロスを真似て、でそれがなんかね、この世界のリアルでは名付け、さらに名前を付けられてクロスマスク、そういうことだったのか。親友のために拳を振るったカンタロウくん、今度はなんかね、結果的に学校のみんなを守ることになりましたね。班長をやっつけて。でもこの学園以外の公立校みんなこういう不良の学校みたいで、あー、どうなんだろう。生徒会も何か一枚噛んでる風だし、裏でね、なんか画策してる臭い。いやー、でも森谷くんが無事に過ごせるようになってたらいいですけどね。いや、森谷くん帰ってきてほしい。お家の事情あるにせよ、もう一度カンタロウくんとお話をしてほしい。いやー、熱い展開でしたよ。この先も不良をやっつけ続けるんですかね。みんなをかばって、でもなんかそのヒーローは世を忍ぶ仮の姿はなんかね、誰よりも先に逃げ出しちゃうようなちょっと弱虫な、でもその正体はみたいな、ほんとヒーローしてるなって感じで好感の持てるカンタロウくんです。いや、過去お母さんたちに何があったのかもエピソード出てくるのかな。はい、ということでまた次回続きをプレイしていきたいと思います。ここまでご覧いただきましてありがとうございました。
マナトでございました。ありがとうございました。